いつ出んのよ。ずっとそう言い続けてきたインテルアークアルケミスト。やっと今月から発売されるらしいのん。とはいえ、中国のみ、BTO のみの発売。ベータテストでもやるのけ。あと結局全7モデル出るっぽいんだけど、最新情報としては一番高スペックの A780 でも実は RTX3060Ti 程度なんじゃないかと。ほぼほぼエントリーモデルばっかり7種類、しかもこれから出されてもさ、手遅れじゃねえ。以前はグラボ高騰で買えなくて、しょうがなくとりあえずエントリーモデルってなってたんだよ。マイニング終了でグラボもどんどん価格が下がり、正常な値段で買える今エントリーモデルそんなにいらないっていう。ただ最近ハイエンドなんていらないんじゃないかと思い始めた自分としては、上位4種類くらいが一般で回すにはガチなラインかと思うのん。そしていろいろ落ち着いてきたのに日本は円安でちょい高めで買わないといけないという。なんたるくん。どうもガンプランナーです。ほんとグラボに関しては話題がつきませんね。そんなグラボの話題、2日前かな。ツイッターを見ていたら店の PC から抜き取られたというのを見て。e スポーツカフェ、グラボ窃盗事件。まず元のツイートがこれ。6月15、16日の2日連続で e スポーツカフェに設置してあるゲーミング PC から、グラボを抜き取り持ち帰ったと。ちょっと待てと。2日連続って凄ない。もう一つのツイートも見とこう。犯行は5から10分まあ余裕だわな。電源落としてメイン電源も落とす。念のため PC の電源ボタンを失敗で放電に20秒としても、あとは HDMI 抜き固定ネジ2本外し補助電源抜きでグラボ外すだけ。これさ一つ目のツイートは動画なのね。よくよく見てると両隣は空席なんだけどその隣は両側別のお客さんいるんだよ。あと斜め後ろにも一人いて途中で席立って移動してるのがわかるのん。その際キーボード操作してるふりしてて一応警戒はしてるんだけど、焦ってる様子もなく終始堂々としてて大胆な作業なんだよ。ほんで最後マザボの方にモニター繋いでるのかモニターが明るくなってるので、発見を遅れさせる工作も怠らないと。ちょっとおっちゃんわからんのだけど、こういう e スポーツカフェって今普通にあるの？自分のイメージとしては中国でこういうのがあって24時間人海戦術で、稼いでるイメージ。なんか昔画像付きで見たんだよな。あと1995年頃だっけ、インターネットカフェができたのって。当時は朝から晩まで情報番組で特集してたけど、トゥナイト2とかね。あれのゲーム特化版ってことだよね、知らんけど。あれ以降ってこういうスタイルの商売どのくらい普及してんの。個人的にゲームやるのって自分で PC 用意して自室でやってきたからさ。こういう場所でどのくらいの警戒の薄さだからいけるって発想がちょっとわかないんだよな。つまり何が言いたいかというと、ツイート内容にもある通り店舗システムを理解している。個人的には日本でそんなにこういう店が流行ってるイメージがない。ってことはってことを。こういう時ネットの力ってやっぱすごいよね。たくさんの人がこのツイートを見てそれぞれの視点で見ることで、鋭い意見なんかも多数出てるので参考にしながらもうちょい見てみよう。まずこの2つの事件同一犯なのか。こんなことするやつ次から次に出てこられても困るんだけど、2日連続だからね。同じ店で同じ犯行。普通の人にそんなことできるメンタルある。もちろん手口が一緒なら同一人物の可能性あるんだけど、グループでやってると考えたらどうさ。1回目やった翌日来店しても自分じゃないので平気じゃん。あそこはやれる？と情報も共有できててだからこその2日連続かも。動画の方は顔が隠れてるので顔では確認できないっぽいんだけど、コメントで同じだと指摘されてる靴、自分も初見そこ見たんだけど、似てるんだけど、ソール中央の凸具合が違わない。動画の方は白いソール中央が山になってるように見えるんだけど、顔隠れた画像の方はフラットじゃね。あとカバンが同じという意見もあるんだけど、よくわからんどっちも黒いリュック。でもこれ見て、背負う時のベルトっていうかなんていうのこれ、動画の方は白いのついてんの。自分には違うように見えるんだけどみんなはどう思う？あと体格、動画長袖だし服の色も違うんでむずいけど、黒 T の方ちょっとごつく見えない。っていうか動画の方が細いやつって感じしない？あとこの犯人リアクションしたの後ろの客が立った時だけなんだよね。席一つ開けて両隣にも客いるんだよ。気づかないもんなんだな。って思うじゃん。本当に気づかないか。見る限りモニターサイズ24インチくらいでしょ。そんなに没入感ないでしょ。めっちゃ疑ってみると、一つ開けて座ることで無関係感出る。両脇に人いる状態の席他にも空いてる席あったらわざわざそこ座らない。あまりにも犯行動きが大胆すぎてこれに気づかない時点で疑っちゃうのは自分だけ。ちなみにこの店に詳しい人っぽい人のリプではここは PC ケースの蓋開けっぱなしだそうな。あと以前本体ごといかれたこともあるらしい。
冷やしステム見直せ。さてここまで来ると逮捕の報告が待ち遠しいですが、結局盗まれたグラボが何なのか、e スポーツカフェってどんな店なのか、ちょっと気になりますよね。Twitter のプロフィールから店の HP に行けたのでそこから見ていきましょう。まずグラボ、型番くらい教えてくれよって思うんだけどさ、e スポーツカフェで使われてるグラボはこちら、GTX1080 からあるんだのん。これ結構価格差あるよ。2日連続で盗みに来てるってことはおそらく売ってんでしょ。もしくは初日 GTX1080 に当たって、これじゃねえ。ってことで2日目 RTX3080 狙いでもう一度来たか。てか GTX1080 もそうだけど CPU も i7-6700 とか結構古いのも使ってるんだね。個人的には性能も十分でいいと思うんだけど。e スポーツカフェにわざわざ行って利用料払って i7-6700 プラス GTX1080 だったらあれ？ってなるかも。まあまあまあ、そこはいいよね。結構前からこの店はあるってことなんだのん。ちなみにこのお店古くなった機材プレゼントとかもやってたりするんで。いいよねめっちゃ欲しい。一応利用するのに身分証明書が必要と当然だわさ。ってことは犯人も登録してるはずと。で支払いはどうなったのか。この店を利用する際どういうシステムなのかわからないけど、わざわざこの店に入って速攻出てきて帰る？ん？ってなるよね。これ当日リツイートした時に利用した人の書き込みがあったんだけど、今見つからなくてさ、席に座って渡されたパスワードでログインして、みたいな使い方なの。ほんでログインしてなきゃ犯人が誰かわからないみたいなこと書いてたと思うのん。でも支払い現金のみって書いてるからどういうことなんだろ。つまり店を出るとき毎回レジで支払いするなら、あれ？ってなるじゃん。しかも前日に盗まれてて翌日もそんなやついたらなおさらさ。まあちょっとその辺詳しい人いたらコメントお願いしたいのん。店自体はこんな感じ、画像は真ん中で分かれてて2枚なんだけど、だとしても結構広いね。動画見る限り他に近くに座ってるお客さん少なくても3人いるじゃん。こんなに広いならあんな近くじゃなくていいじゃん。ってことはお客さん結構入ってるんだね。個人的には e スポーツって応援してんだのん。いまいち日本では伸びない気がするんだけど、ヨースベと同じくチャンスじゃん。以前は注目されなかったゲームの才能で一発当てれるかもしれないんだよ。その足を引っ張る行為にもなってるってのがほんと腹立つよね。しかも、多分自作ーでもあるじゃん。お前せっかく身につけた技術と知識何に使ってんだよって、ほんと最近モラル崩壊が加速してるのを感じる毎日だけども、こういうのを見ると性善説でやっていけてる世界でも稀な日本が、近々なくなっちゃうんじゃないかと心配になるのん。上杉鷹山が泣いてるぞマジで、野菜の無人販売所なくなるぞ。中国でこの野菜たくさんできたから欲しい人にあげますって言ったら、大勢押し寄せてそれ以外の全部の畑から根こそぎ持っていかれたニュースを思い出せ。街の自販機なくなるぞ。海外じゃお金入った箱街に放置してたら持ってかれちまうぞ。いいのか、そんな国にまっしぐらで。というわけで、映像があり、パーツを抜き取るという光景にびっくりしたけども、普通に窃盗だわなと、よくよく考えたら犯罪としては割とポピュラーなやつだわなと突っ込んでしまった人は、ぜひ次の動画もよろしく。